イナーズ助っ人リクを掘り下げよう。いやとこの度、まあ、リズムチャンネル今までちょくちょく出てたリクが、うん、はい、森安兄弟、負傷のため、うん、松江ね、助っ人として若林参戦が決まったという。最終兵器はもういよいよ、いよいよだって三男坊出てきた最終兵器だ。もう M の意思を継ぐものがみんな兄二人の分のことがやっぱやらなきゃいけないからプレッシャーはあるよ。ありますね。いやこれね、反応が楽しみ。そのいや誰や、あそのなんで入るねんか、誰やねんか、助かるなのか、その視聴者の反応が分かんないから、まだこの撮影時点でこれもう今日撮って今日あげるんで、みんなの背番号97とかではない、19と7撮って、そういうのではない、そういうのではなかった、はい、ちょっと言ってへんから分からんかったけど、みんなの背番号15番か、15、おお、それは勝手に、あ、なんかもう目の前にあったやつと、あー、そんな感じだよ。そんな感じです。で、今日はちょっとなんかリクのなんか自己紹介じゃないけど、なんか俺らがちょっと掘り下げてって、リクはどういう人物なのかというね。まあ確かにちょくちょく出てるけど、そういうとこみんな知らんかもしれない。昔の動画結構出てるから。なんか雑魚低くないこれ。いつの問題だよ。バーンと。え、はい、もうでもサッカー企画じゃないとこ出始めたらもう以前もうもう最近ずっとおるけど、ね、最近ずっとおるけど、ね、ずっとおるけど、ね、映ってないよ。あれ映ってたわ。端の方でボール出したの。イングランド好きも球出し出してたよ。ボール出してたよ。助っ人っていうのも手伝ってくれてる。え、今は何してるの。今はマジで何もやってないです。シーズン終わってアメリカの、うん、で日本帰ってきて、まあ、次どうしようかなっていう。え、学生やろ。学生です。だから23でしょ。そう。え、大学、大学そう、卒業した年なんだけど、まだ残って休学してたんでしょ、1年。じゃあ、いつ卒業、来年の4月。今でしょ、今でしょ、学生。今あれ、先生です。おー、すごいすごいすごい。台風でね、もう今日誰か頭打ったのかも。あるめちゃくちゃ危なかったよ。息すれ違う人、傘あのひっくり返ってたし。いや、俺もマジさっき3人ぐらい一気にワーンなって、その中の1人、俺も。危ないよな。みんな友達みたいな。あんな多分長くなるもんな。傘意味ない。風強かった。あれで長くなる。あれで仲良くはなかった。飛びましたもんね。さすがになかったけど、まあ、そういうふうに話しかけていくことはできない。色んな人、3人一気に話飛びすぎやって。今大学一応4年生だから、ね、大学4年生アメリカ留学から帰ってきて大学4年生だよね。そう、去年1年休学してたんで、まあ、今年4年生の大学生。大学生今日スタジオがなんかもうおしゃれやなんかどうしたんやんかなんか刺さったもんなるほど、なんか質問ありますか。あなたたちは、いやだからそのあれよ、あの出身、生年月日とか、とりあえず、出身、出身、出身、年は23歳。だからウィナーズで言うと最年少、最年少ですね。アンパ君とタケル君の1個下。ねえ、タケルが、まあそんな若い。24やから。若いらしいですね。かけるはね、だって合宿中とか宿舎で、おお、ええ、できたっつって、ね、ちょっと喜んでた。そうですね。確かに。で、出身が出身、広島。うん、広島。広島で、生まれ、広島育ちってことですね。高校は高校は、吉田高等、広島市立、吉田高等。芸術ね、芸術ね。お前、むちゃくちゃやまあ、吉田高等に来ました。あと、またいいな。お前ずっとやってくれてたけど、リコはずっと広島で、いや、あ、でも仙台1、ん、あ、おった、もう赤ちゃんよ、2歳、2歳とか赤ちゃんの時仙台、あ、おったバブーの時に乗ったってこと、バブーの時、じゃあ記憶はほぼないよマジでないっすで、4年生の時に1年だけ新潟いました。あ、そうか、そうか、こいつアルビーの家に来てた。あ、そうや、新潟の、な、行ってた、うん、アルビジニア、あ、そうな、1年だけアルビジニア、そうだ、経営やったらアルビジュニアもあるよ。サンフレジュニアもあるよ。アルビジュニア、サンフレジュニア、サンフレジュニアス、ユース。そう。立教大学。立教大学。じゃあ、アルビジュニア入ってんやな、経歴で。面白い、それ。じゃあ、ウィナーズ参加してくださいって話来たときは、うん、その、迷った。迷わなかった。確かに、それちょっと聞きたいよ。いや、全然迷わなかった。でも、あ、やりたいって。ぜひお願いします。どのタイミング？その、俺全然知らんねんけど、その。いや、もう、翔平怪我した後ぐらいやな。じゃない？
まあ俺がまあアメリカにいた時なんでまだ。そう7月で。あ、帰ってなかったの。そう、だいたいあの弟帰ってきますよって話してたの、うん、ミラーズの人たち。うんうん、そう。あのやばかったら驚い。翔平君のユニフォーム着て出れるっていうね可能性ある。え、それはちなみに何の連絡が来るのか、誰かから。翔平？俺がまず聞いた。翔平から来てるんだ。いつ帰ってくれみたいな感じで言われて、でシーズンが、いつも7月の終わり。あ、そうか。じゃあめっちゃタイミング良かったっすね。タイミングが、ま、なだって8月の1週目やもんね。そうだからまだアメリカ行ったら無理だ。無理だ確かに。多分ワクラの4日前ぐらいに入ってきました。だからめっちゃいい状態でこいつ入ってきてるから相当活躍してほしい。時差ボケやった。時差ボケやった。毎日4時とか3時ぐらいに相当活躍しますよって言う通りがこれ上がってるんだ。確かに1週目がいやまだ上がってないそうだ。反応ちょっとコメント欄で欲しいな。あのアンチリクラーね、自分のかな。でも金じゃないですから、助っ人ですから。わくらの助っ人ですから。もう この先はどうなるか分かんないけど、カニか、うん、俺らの権利はないけど、とりあえずわくらの助っ人として入ってますから。翔平敬吾の穴埋めとして入ってます。でもほぼセレクションだよ、もうでも言ったらそんなことない。でもそんなことない。だってリクのあとポジションはディフェンスでしょ。そうですね。私めちゃくちゃ欲しいピースなの。そう、またビナーズとしてはビナーズとしてはね、そちらもねめちゃくちゃ欲しいピース。でもね、あのワクラの活躍によってはなんかこれはもうなんかああ、じゃあいいみたいな。あれは1試合目で決まるかもしれない。おっとまあそれは楽しみにしてるけど1試合目はい。あれはもういい質問。こういう質問はね、質問ある。この経歴言うたし、なんか主要大会で優勝とか、なんかそのなんか成績、戦績は戦績、戦績の戦績ね、あとユースの同級生結構今プロをなんかやってる、確かに、だから一緒にやってる人あのとかね、そう一緒にそういうの一緒にやってた選手、そういうのそういうの、そういうの、まあ、経歴というか、優勝したのは高1の時に国体優勝して、すごいわ広島国体。一回戦入った。一回戦入った。岩手国体。でもお前前半で交代しなかった。前半で。お前よく覚えてる。お前よく覚えてる。すごいね。さすが。広島国体決勝戦前半で変えられた。見事。ハーフタイムかな。成さんか誰かに。そう、成さん。成さん打ち切れられた。おっちゃめやつ。前半で変えられた。そう、なんか優勝してもなんかもやもや。優勝してももやもや。嬉しいけど、なんだろう、そうやな、ちょっとな、ちょっとそうやな。で、あとは、なんだろうな、高3の時に、まあ、プレミア優勝って。すごいじゃん。まあ、でもそれはもう、最後ファイナル出てないんで。なんで、高3？それなんで？腰の怪我す。こいつ、クソでかいコルセットみたいな。マジででかいの、でっけえコルセットつけて。コバトルした方がええなと思って。長友さんと一緒やん。怪我しなのか。そうですね。高三の8月ぐらいに引退してました。あ、早っ。え、毛が超多いよ。そうなの。でかいから。なんか体にガタきてない。早いって若いのって一番。そうなの。え、立教は？立教は特に何もって感じ。降格してるから。あの奇跡のお前なんか見てたわ。あ、上山。そうそう。お前が見てたじゃん。なんかやばい試合だよ。やばい試合あれ。上山の時、上山アミドファイターの人工芝でやった時ね、なんか西みたいな。で最後終了間際に2点ぐらいポンって入れられて、もう全員が崩れ落ちて。前半まで復讐。あの試合出てた？いやあの試合もベンチです。あでも見たんじゃん。前半のまま悲劇。えなんかあれ勝ったら残留。引き分けでよかった。引き分けでよかったんですけど、行かれました。ラストプレー。引き分けでも残留。では。え、じゃあ、そう、1-0 で勝って、めちゃくちゃ有利やったやん、最後の立場。そうっす。え、1-0で勝ってて。でも、ラスト、多分、何分ぐらいだろう。もう、マジ2、3分 ?2、3分ぐらいで、本当に2点入って。で、2点目入って、もうすぐ試合終了みたいな感じで。そうっす。で、もう全員、倒れて。そりゃ倒れるわ。やばかったっす。やばかったっすね。あれは、同年代のプロとかは？あ、プロは、高卒上がりが、松本ひろやと東。
おお、その人は2人今、2人今いるね、サムネッチに。で、大卒で山崎大地が広島に入って、お代表入ってるから、ちょっとそうそう、あんな20人入ってるよね。あれ入っとった、入っ、うん、入った、今入ってる。ね、今だ大学生だっとったよ、でも大学生でずっと代表入ってたの、うん、代表試合を見て、サムネで、サムネで欲しい、すごいな。この間ね、スタメン出て、うん、あと福島出てた、あ、そうですね、トスタメン、あと福島ユナイテッドに今年から鈴直樹っていう選手が加入してて、あ、うん、あの、先ディフェンスの左利きの、あー、なるほどね、難しいな、お前で、あれは上下は、あの、ユース三つ玉子とか変わる、あ、誠くんは一個上です、あ、一個上、一個上、マコ一個上、あ、そうなん、マコ一個上、え、じゃあもう黄金世代じゃない、それ確かに。待ってじゃあ。だって大迫健介とかね。タクム君大使。川村タクム。先輩大使。先輩大使。すげえプロなってるじゃん。あと阿部君。めっちゃプロ。めっちゃプロおるやん。めっちゃプロやん。その一三はじゃあ。下は？下は俊とか、あの鮎川俊とか。ああ。土木工大とか。おお。今あれ。めっちゃプロなってるな。結構強かった。え、じゃあ今サンフレに在籍してる選手で何人？何人だろう。でもめっちゃ多いですマジで。13は誰だ？13はその力安翔吾。おお、翔吾制限のあとそう、翔吾くん、あと山根とわくん。おお、とわあったよな、これこの前ピンクのあだわだ。おマジグリーズマンかと思ったし、サンフレユースの星です。俺らにやるかわいい、なんでやるお前らやろ、つって。初絡みで急に。そうですね、そんな感じですね。なるほど、すごいな、すごいだよ。じゃあもうやれるな。結局そうなるよな。やれるな。結局そこじゃあやれるわけはないな。そうだ、そうだ、そうですね。でもお前なんか昨日ぐらい動画上げてた、お前アメリカベスト32ぐらいの見たわ。ベスト32で上げました。俺も見た。ビッグチャンネルっていうのはアメリカの Vlog やってるんだよ。これめっちゃおもろいのよ。もうね、素人すぎて。YouTube。赤ポールでケアしてた。ポールみたいなのでケアしてた。YouTube 素人。ちゃんと見てくれてる。めちゃくちゃおもろいから。俺もう嫁みたいで。ジェットみたいに乗ったりしてるから、結構普通にさ、ありえないことやな、日本で。環境いい。環境はめちゃくちゃいいです。観客バリ入っとるし。観客めっちゃ入るんですよ。あれすごいよ、お前。あれすごいよ。いや、すごい。見てほしいな。はい。まあね、収録すぎる。あの、陸チャンネルでも上がるんかな、あげようと思ってます。じゃあ、陸チャンネルの方もね、あの、チャンネル登録して、なんか報告あると思うんですけど。はい。はい。あと、間違いですね。どうなるか。皆さん、ぜひ、追ってみてください、ずっと。これから激しい戦いが始まるので。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。See ya. See ya.